石川正明は、尾張藩家臣、美濃小松家領主、石川屋第四代当主。名字を石川から石川に改めた。上京元年、尾張藩が老石川省庁の子として生まれる。法永三年、父の隠居により、家督を相続。万国核、家老となる。京皇元年、藩主、継ぐ友の許しを得て、祖父、正光の代から途絶えている。 将軍家への散布を暇、御霊の再開を幕府に願い出た。祖,祖父三忠が徳川家康の命により、徳川義直に付属せられた経緯から、石川家は将軍家への配慮を許された筋目の家柄であったが、祖父正光が幼くして、家督相続して、以降、散布を暇、御霊が途絶えていた。藩主、継友の命で、終わり藩へ戸家老、大道寺直秀が、 幕府老中、井上正峰と交渉した結果、これが認められる。教法2年3月、正明が江戸に出府し、江戸城で将軍、徳川義宗に敗越を許される。これが先例となり、代々の当主に受け継がれた。教法4年、樹後位下では守るに上任。教法11年、名古屋への参勤のために、木曽川に、駒塚渡しを開設した。 教法16年6月、隠居して、家督を、着難中期に譲る。法歴3年7月28日死去。享年70。ありがとうございます。